皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックを揺るがす衝撃的な出来事と、それに対する元ヘビー級チャンピオンマイク・タイソンの驚くべき反応についてお話しします。2024年8月2日パリオリンピックの準備段階で起きた女性アスリートへの虐待が世界中に衝撃を与えました。この事件の詳細はまだ明らかになっていませんが、複数の女性アスリートがオリンピック関係者からの身体的精神的虐待を訴えたとされています。その中でも特に注目を集めたのが、ある東欧の国の女子ボクシング選手への暴行事件です。彼女は練習中に男性コーチから暴力を受け、重傷を負ったと報告されています。この事件はスポーツ界における権力の乱用と女性の権利侵害という深刻な問題を浮き彫りにしました。この衝撃的なニュースに世界中のアスリートや著名人が次々と声を上げる中、元ボクシングヘビー級チャンピオンのマイク・タイソンが驚くべき提案をしたのです。タイソンは自身のツイッターアカウントで次のように述べました。この卑劣な行為に怒りを覚える。俺がオリンピックのこいつと戦う。収益は虐待を受けた女性のために慈善団体に全額寄付する。この発言は瞬く間に拡散され、24時間以内に1000万回以上リツイートされました。多くの人々がタイソンの正義感と勇気を称賛する一方で、暴力で暴力に対抗することへの懸念も示されています。ここでマイク・タイソンの複雑な過去について触れておく必要があるでしょう。1986年わずか20歳でヘビー級世界チャンピオンとなり、史上最年少ヘビー級王者として世界中の注目を集めたタイソン。しかしその輝かしいキャリアの裏で彼は多くの問題を抱えていました。1992年タイソンは強姦罪で有罪判決を受け、3年間服役しています。また最初の妻ロビン・ギブンズとの結婚生活ではドメスティックバイオレンスの疑惑が持ち上がりました。1988年、結婚からわずか7ヶ月後、ギブンズは ABC の2020でのインタビューで、タイソンとの結婚生活を拷問、純粋な地獄、想像できる中で最悪のものと表現しました。このような過去を持つタイソンが今回女性への虐待に対して強い態度を示したことは、多くの人々に複雑な感情を抱かせています。スポーツジャーナリストのジョン・スミスは次のように述べています。タイソンの過去の行動と今回の発言には確かに矛盾がある。しかし人は変われる。もし彼が本当に反省し変わろうとしているのなら、それを認める度量が私たちにも必要だ。彼の発言はスポーツ界における女性の権利と安全という重要な問題に光を当てる役割を果たしている。一方でフェミニスト活動家のサラ・ジョンソンは異なる見解を示しています。タイソンの提案は問題の本質を見誤っている。女性への暴力は別の暴力で解決できるものではない。私たちに必要なのはスポーツ界全体の構造的な変革だ。確かにオリンピックにおける女性アスリートの扱いは長年にわたる問題です。2021年には東京オリンピック組織委員会の森喜朗会長、当時が女性蔑視発言で辞任に追い込まれました。また体操界では米国の元チームドクターラリー・ナサールによる大規模な性的虐待事件が明るみに出ました。国際オリンピック委員会 IOC の統計によると、過去10年間で女性アスリートからのハラスメント報告は3倍に増加しています。しかし実際に処罰されるケースは全体の 15% にとどまっているのが現状です。こうした状況を踏まえ、スポーツ心理学者のマリア・ロドリゲス博士は次のように提言しています。私たちはスポーツ界全体のカルチャーを変える必要がある。それには以下の3つの要素が不可欠だ。第1に、厳格な倫理規定の制定と執行。第2に、アスリートが安心して声を上げられる仕組み作り。そして第3に、指導者や関係者への継続的な教育プログラムの実施だ。実際いくつかの国ではすでにこうした取り組みが始まっています。例えばカナダでは2019年から安全なスポーツプログラムを導入し、すべてのスポーツ組織に対してハラスメント防止のための具体的な施策の実施を義務付けています。このプログラムの導入後、カナダでは女性アスリートからの被害報告が 40% 増加する一方で、
実際の被害件数は 20% 減少したという調査結果が出ています。ではマイク・タイソンの提案は実現可能なのでしょうか。またそれは本当に問題の解決につながるのでしょうか。多くの専門家はタイソンの提案の実現可能性に疑問を呈しています。オリンピック憲章ではプロボクサーのような職業スポーツ選手の参加が制限されているため、タイソンが実際にオリンピックの場で試合をすることは難しいでしょう。また仮に試合が実現したとしても、それが本当に問題の解決につながるかどうかは不透明です。スポーツ倫理学者のトーマス・マーティン教授は次のように指摘しています。タイソンの提案は問題に対する注目を集めるという点では意義がある。しかし暴力で暴力に対抗することは根本的な解決にはならない。むしろ教育や意識改革を通じて長期的な変化を目指すべきだ。一方でタイソンの発言が持つ象徴的な意味は大きいと言えるでしょう。彼の発言はこの問題に世界の注目を集め、議論を活性化させる触媒となりました。 SNS 上ではタイソンの過去の行動と今回の発言を比較し、人間の成長や償いの可能性について議論する声も上がっています。あるツイッターユーザーは次のようにコメントしています。タイソンの過去の過ちを忘れてはいけない。でも彼が変わろうとする努力も認めるべきだ。彼の行動が他の人々に反省と変化の可能性を示している気がする。この問題はスポーツ界だけでなく社会全体に関わる重要な課題を提起しています。ジェンダー平等、権力の乱用、そして償いと公正の可能性、これらのテーマは私たちの社会が今後も向き合い続けなければならない問題です。今回の事件を契機に IOC は緊急会議を開き、女性アスリートの保護と権利擁護のための新たな指針を策定することを発表しました。具体的には以下の施策が検討されているといいます。 1. 各国のオリンピック委員会にジェンダーバランスの取れた人員配置を義務付ける。 2. アスリートが安心して問題を報告できるホットラインの設置。 3. コーチや関係者に対する定期的な倫理研修の実施。 4. 違反者に対する厳格な処罰制度の導入。これらの施策が実効性を持つかどうかは今後の展開を注視する必要があります。さてここまでの話を聞いて皆さんはどう感じましたか。スポーツ界における女性の権利と安全、これは決して遠い世界の話ではありません。私たちの身近なスポーツクラブや学校の運動部でも同じような問題が起きている可能性があるのです。例えば皆さんの周りで指導者の言動に違和感を覚えたことはありませんか。または仲間が不当な扱いを受けているのを見て見ぬふりをしたことは。私たち一人一人がこの問題に対する意識を高め、声を上げる勇気を持つことが大きな変化の第一歩となるのです。そしてマイク・タイソンの例が示すように人は変われます。過去に過ちを犯した人でも真摯に反省し社会に貢献しようとする姿勢を持つことができるのです。私たちにはそうした変化を認め支援する寛容さも必要でしょう。今回の事件とタイソンの発言はスポーツ界だけでなく社会全体に大きな波紋を投げかけました。これを一過性の話題で終わらせるのではなく、継続的な議論と行動につなげていく必要があります。皆さんはどう思いますか。この問題についてあなたの意見や経験をぜひコメント欄でシェアしてください。またこの動画が有意義だと思われた方はいいねボタンを押し、チャンネル登録もお願いします。そして最後に、もし皆さんの周りでスポーツにおけるハラスメントや虐待の被害に遭っている人がいたら、一人で抱え込まずに相談してほしいと思います。多くの国や地域にはスポーツ選手のための相談窓口が設置されています。勇気を出して声を上げることが自分自身を守り、そして未来のアスリートたちを守ることにつながるのです。次回の動画ではこの問題に関する最新の動向と実際に変革を起こしている先進的な取り組みについて紹介する予定です。お楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。